ここだけ超新星が、に対する読者の反応集。全員ガープの孫な世界。超新星。あ、全員わしの孫じゃ。なんで全員海賊になってんだよ。風船で飛ばされるウルージさん。空島まで飛んでいきそう。牢屋ドレイクや、ボニーは親が判明してるけどそこは据え置きなのか。エース方式かもしれない。そこはエースとサボみたいな感じで、ローはミニオン島で保護、ボニーはクマからドラゴン、ドラゴンからガープにみたいな。ガープ、また貴様の家族だぞ、またか、おい。またかガープ、また、おい。手の内の戦国さんが死にかけてるから助けてあげてほしい。孫ってだけだからダダンのノリでローはコラさんと暮らすし、キッドとキラーは早々に二人で逃げそうだな。血が繋がってるのはルフィだけとして、孫になった理由なんやかんやでつけられるかな。風船でルフィと一緒に飛ばされて、サバイバルする中でルフィの面倒見るローか。あの衰弱してそうな若い頃のドレイクにガープ式の機体型したら死にそう。ルフィと一緒にチキンを食べるボニーか。ガープの腫瘍で怪我した奴らの手当てするローか。ロー、おいジジイが帰ってくるって。ドレイク、なんだと？きっと、おい、今すぐ逃げんぞ。ホーキンス、ガープがここに着くのは、30秒後。逃げられる確率がゼロで絶望する全員まで見えた。ゾロを風船で飛ばしたらもう二度と帰ってこないぞ。知り合いのばあさんに治療はしてもらったからあとは少年だけじゃ、とか言いながら世界ぶっ壊すモードのローを連れてきた場合、一体どんな具合になるもんやら気になる気。知り合いのばあさんってもしかしてドクトリーヌ、だとしたらちょっと後もワンチャンないか。なんでミニオン島にガープがいるの？脱走した孫を連れ戻しに来たのか。ドフィーまで絶望してるのくさ。ローがドフラミンゴ倒しに行くって知ったら、みんな過去の話知ってるからついてきてくれるな。あとボニーの件にも。ローとドレイクは一緒に連れて行きそう。ガープ。今日からお主らは兄弟じゃからな。ロー&ドレイク。時期かぶってなさそうな奴多いし、おそらく面識はないんだろうが、シャボンディで、こいつは俺の兄ちゃんだ。あいつも俺の兄ちゃんだ。あそこで喧嘩してるのも両方俺の兄ちゃんだ。あ、今止めた奴も兄ちゃんだ、って話すルフィは面白いからみたい。じいちゃんの原骨に耐えられなかった奴隠した。あーん、っておのおのやばい戦歴、エニエスロビー、どっかの町破壊、海兵バラバラ事件を暴露した結果原骨されて揃って撃沈する三戦長。ガープが帰ってくるとみんな絶望するんだろうな。そしてローは救急箱の用意をする。なんかこう、無謀にも向かっていきそうなやつと、無謀にも逃走しそうなやつと、諦めて投降して被害を最小限に済ませようとするやつと外装。多分アプーとかだな。ガープがローとドレイクを保護してることで、間接的にコラさん助かってるの確定してそうなの好き。ガープが帰ってきた時一人だけシャンブルズでどこかに逃げるローはいるな。見聞色で即探知。ウルージ君は空島から落ちてきたところをガープがナイスキャッチしたのかな。この世界でどうやってローが海賊になったのか気になるな。ローがこれ機密文書渡した相手がガープで、コラさんは撃たれたけどブエルゴのダメージが存在しないから、ドフラには死んだと思われてたけど生き残ってて、あとは原作通りって感じか？この後コラさんはヨーヨーのため一時ローと話されたとする。ロー&ドレイクの真剣を取り合うガープと戦国。渡したのがガープなら高確率でドフラミンゴが銃向ける前にボコボコにされてる。とりあえずゾロとキッドが無謀に向かっていくぜいなのはわかる。ホーキンス、ガープが帰ってくる。無事でいられる確率。11%。わ、マジで一人ぐらいしか無事でいられないやんけ。医者、ローがいる、何とかして。ベッジは孫というか息子の年代だけど出会ったのが遅かったのかな。ひ孫の顔見せてやれよな。ホーキンスいつの間にかしれっと増えてそう。子育てスキルがカイドウとどっこいどっこいじゃねえか。ドレイク以外、育て直せ、こんな後に最悪の世代なんて世間様から呼ばれるもん世に出すな。そんなことより次回作のポケモンは闇の、子育て、カイドウ、光の、子育て、ガープって本当ですか？ミニオン統合でよかったな。もしフレバンス後なら、ガープ、あと寿命3年2ヶ月の子だが仲良くしてやってくれ。ってなるわ。ローはコラさんと戦国さんがいるからそのうちいなくなりそうだけど、海賊になった後にきっと、ルフィと再会してあの時の、ってなりそう。全員の呼び方知りたい。じいちゃん、じいさん、おじいちゃん、じじい、おじいさま、とかバリエーション豊富そう。ガープ、とか、ガープさん、って呼ぶやつもいるけど強制させられるやつだ。シスタープリンセスみてえだな。ローはガープをじじい呼び、戦国さんをおじいさま呼びだな。そこには11人を風船にくくりつけて飛ばすガープの姿が、それを見て、ちゃんと育てようと決意するカイドウ、ムム。ウルージさんは沖縄って呼んでそう。ルフィ、原作のまま、ロー、
ガープの G? まだ曲がってなかったらガープの G さん。きっと、あのジジイ、キラー、想像できない。ドレイク、ガープさん、ホーキンス、ガープ、アプー、あのジイさん、ベッジ、ジイさん、ウルージ、不明。ボニー、おじい様の可能性がある気もしてきた。おじいちゃんでも可愛い。小さい時はジージって呼んでてほしい、可愛いから。シャボンディ諸島で億超えルーキーの話題が出て、全員俺の兄ちゃんだ。ってなるのか?こいつら同士は兄弟として認識してなさそう。ローはギリがたい奴だから拾われたとなったら割としっかりガープの孫をやるかもしれん。他の兄弟の面倒見るとか、たまに土産をよこすとか頂上戦争に乱入するとか。コラさんとか生きてたらずっとじゃなくて一時的になりそうなんだよな。ゴタゴタが落ち着くまでガープかくまう的な。コラさん生きてるならローは一緒にいそうだし、海軍に復帰するなら医療団初めて海の上でも会いに行きそう。もしここで戦国さんに真剣を取られた場合、ドレイクは原作通り海軍になるし、ローはコラさんルートで海賊にはならないしでガープ式子育てのひどさが浮き彫りになる。この設定だったらローが頂上戦争の時にルフィを助けるのが自然にはなりそう。無理なのはわかるがローのジジ剣戦争の後に、二人の妥協と周囲の懇願でガープと戦国をじいさん、じい様呼びするローは見てみたいし、全員と兄弟みたいになって妹を思い出して思わず年上の奴らを兄様呼びするローも見てみたい。ロー、ドレイク兄様、ホーキンス兄様、キラー兄様、三人。ローは面倒くさい頼みとかするときだけ、お兄様、使ってそうだし、一部の奴にはめちゃくちゃ効果ありそう。キラーさんはマムの言葉バーって呼んでるし、多分ジジイって呼ぶぞ。都市近い組はガープから逃げるために共闘してたおかげでチームワークが出来上がってるやつだ。幼少期に顔合わせてるメンバーはお互い名前呼びなんだろうか。エミュ下手だけどガープが帰ってくるたんびに、帰宅の知らせが来た。ホーキンス、逃げ切れる確率 %。ロー、みんな違う方向に逃げるぞ。キラーが捕まる。キラーを助けようとしたキッドも捕まる。ローは早々に諦めて医療班に回る。アプーはうまいこと逃げようとして捕まる。ボニーはなんか可愛がられて女の子てのもあって一人だけちょっと甘い。って毎回なってそう。ルフィとキッドとボニーで飯の取り合いをしているな。ここにエースとサボが混じるとあの山食べられる動植物消えうぜそう。怪我するたびにミナローの元へ行くんだろうな。てめえら自分で自分の手当てできるようにしろ。とか言いつつ直してくれるんだろうな。お前そういうところだぞ。男ばっかだから可愛がられそうなボニー。普段は男どもに混じって遊び回る一方で、訪ねてきた牧野さんやおつるさんからお土産に可愛い服とかもらってはしゃいでるのみたい。ロー、ドレイク、ホーキンスはよく海の空の話してそうだな。ローは妹いたしボニーの面倒見るのうまそう。個人的に面倒見たり仲裁したりしてるイメージ一番湧くのはドレイクだな。場合によってはホーキンスも手伝ってくれるけど、ちょいちょいヤバい確率出て。なぜ毎回こうなんだ。って遠い目してそう。キラー、おいロー、ロシなんてさんが来たぞ。さっきそこで転んでた。ロー、またドジってんのかあの人は。きっと、おいまたジジイ来るって。アプー、暇なのか?ボニー、おいホーキンス。ホーキンス、無事でいられる確率 9%、かまる確率 84%。マジかよ、死んだな。今日も絶好調だなホーキンス。ウルージさんはあんまりにも喧嘩が止まらなかった時の最終兵器感が強いな。ウルージ、まったく、喧嘩はよしなさいと何度言えば、因果ざらし。ウルージさんとベッジは年離れすぎてるし、よほどのことなきゃほっときそう。アプーはアプー。ってなるとドレイクないしハホーキンスあたりが胃を痛めるしかないわけで。ボニー、ロー助けてくれ、ルフィが風船で飛ばされてる、ロー、ジジイの仕業か、たく、シャンブルズ。シャンブルズの国士のせいで体力ついてそうだなこのしのげ会。ボニーに三つ編みして、って頼まれてろー、妹持ち、やきっとキラー、手先器用そう、がやってる横で、戦力外通告受けてホーキンスの髪で練習してるルフィやゾロやドレイク、手がでかいのでなんか下手そう。全員好き勝手なことしてるのに、共通の敵、ガープ、現れた途端団結してことに当たる。スタンピードで見たやつだ。ガープ相手には基本的に防戦一方だけど、一度本気で挑もうと全員で作戦立てて考えたことがあるといい、前衛担当とか後衛担当とか決めたり、ここに来たらプラン A、北に向かったらプラン B、誰かが捕まったらプラン C。って子供の作戦会議なりに結構しっかり戦略立ててるみたいな、大人になってそれぞれ海に出た後再会した時に、プラン A で行くぞ。フォーメーション B だ、準備しろ。とかやってくれたら熱い。シャボンティの時になぜか、話の都合、キザルではなくガープが来て抜群のコンビネーションで逃げる超新星。多分キザル来た時より絶望する。ロー、
大変だ、ガープのじいさんと誰かが喧嘩してる。ルフィ、誰だあいつ。きっと、おい、山一つ吹き飛んだぞ。ドラゴン、老いぼれその程度か。ガープ、ほう、なかなかやるようになったのう。超新星一同、あいつかっけえ。絶対みんなガープのせいで海賊になったろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。